HBC ラジオ気分上昇ワイドナルミッツの水野義正です。北海道米アンバサダーリポート今日で第6回となります。今日ご一緒するのはこの方、北海道米アンバサダーの高岡由衣です。本日も北海道米のお店紹介していきたいと思います。高岡さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日は春木工事です。はい。で、札幌の方だとご存知の方も多いと思います。もう特徴的な大きなのれんが特徴です。酒と銀シャリセイス、はい、今日はね、ご紹介したいと思います。あの、美味しい北海道米があるということなんで、はい、はい、じゃあ早速行ってみましょうか。行ってみましょう。行きましょう。よっしゃ。セイス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 。3 2 1衣サクッとしてて、中のお魚ジューシーですね。どうしてご飯との相性は？あ、ご飯食べますね。どうして？はい。どこかアジフライだけちゃんと売っちゃいました。さあ、店内なんですが、高田さん。はい。もうレトロで落ち着いた雰囲気でね。そうですね。例えば、うん、このコースターなんかも、お相撲さんで可愛いですね。懐かしのね、はい、こういったもう細部までこだわってらっしゃると、うん、そういったお店なんですけれども、で、今日は越後さんに、ね、いろいろと伺っていきたいと思います。越後さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、特に越後さん、おすすめのお米何でありますか？当店は6種類お米をご用意してるんですけど、はい、その中でもふっくりんこと七つ星が人気です。ふっくりんこと七つ星ということで、皆さん、言い場ではありません、北海道米のことは高岡に聞けということで、はい、高岡さん、それぞれの特徴をお願いします。はい、はい、ふっくりんこはですね、道南地域の方で作られている品種なんですが、ふっくら、見た目もふっくらしていて、食感もふっくらしているので、ふっくりんこと名付けられたというお話があります、はい、そして七つ星は艶や食感、見た目もしっかりしていて、カレーライスとかによく使われている品種なんです。この辺さ、見てちょっと気になったのが、はい、こちらなんですよ、うん、これが越後さんメニュー表というか。はい、メニュー表です。すごい、新聞紙ですか？こういう新聞紙新聞仕立てなんですけど、ね、材質いったかみたいな。新聞紙です。新聞紙なんです。新聞。はい。うわね、選べるご飯のお供3種盛り合わせと。はい。からし明太子、大通梅干しですか？はい。特大通梅干し。梅油にじゃこ海苔、焼き海苔、寒海苔佃煮、奥歯納豆、自然卵と。で、この中から3つ。はい。実はなんか仕掛けがあるみたいで、はい、こういったものをね、用意してもらってみたいんですよ、はい、それぞれ食べたいメニューを書いて、まあ、ちょっとお付き合いいただきたいんですけど、はい、2人がどれだけこう相性がいいかと、はい、このあたりちょっとチェックしていきましょう。高岡さん、はい、どれにするか、はい、しましょう。僕が選んだ3つはこちら、じゃん、からし明太子、梅油、そして自然卵という。まあやっぱりからし明太子いきたいですね。これはもう外せないですね。いやもう北海道のご飯にね、上もね、私に行きたいなというところで、あと卵はこれはもう炊き込みたい。ここで、はい、もう自信のクリーンアップを、上げさせていただきました。私はからし明太子と北部納豆自然卵を選びました。いやー、その心は、からし明太子は絶対食べたくて、うん、この卵と納豆で合わせて納豆卵かけご飯にしたいなと思って選びました。これね、高岡さん、はい、でも仕事じゃなきゃそう来たかったんですけど、若干仕事で納豆臭行ったらちょっとあれかなと思っていや、行っちゃいましたねネバネバでこれにもうぴったりというね、はい、もうシャリですね、はい、ご飯をお願いしたいと思うんですが、はい、出てくる量が何号からでしたっけ？2号からです。2号ですよ。はい、
っていうのもあれなんですよね、足りてるのかな。そうなんです、釜の大きさが2合からになってしまうので、だからも自然的にもそのボリュームがあると、はい、うわー、でもちょっと今のおかずだけだとそれでも足りないのかなっていう気がしないでもなってきて、はい、おすすめの一番さん、はい、入りませんか。はい、かしこまりました。じゃあすみませんが、ご用意いただけますか。はい、かしこまりました。お願いします。じゃあよろしくお願いします。もうすでにいい香りが漂っております。はい、ここでお持ちいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。改めて田中さんの目の前がクックリンコ、私が七つ星、はい、ということで、では今回の最大の見せ場、はい、オープンザカマご紹介いきたいと思います。3、2、1、ダーすごい香り、すごい香りしますね。やっぱり釜のは違うな、これは。まあ、ではこのお米、はい、これね、こちらです。こちらが、こちらがふっくりんこです。こんな感じで、前回これ、これの GoPro タイムを、はい、失礼いたします。こんな感じ、あ、こぼしちゃいました、はい、こんな感じ、あ、こぼしちゃいました。はい、気をつけます、はい、あ、で、おかずですか。はい、まずこちらが福納豆でございます。はい、こっちだ、あ、粒大きい、粒大きいですね。こちら北部納豆です。これは美味しいな。危ない。もうアンバサダーはこれほどまでにこぼしたいのかと。セーフ。セーフです。はい、でこちらが自然卵ですね。いいですよ、無理しなくて。はい、だからからし明太。からし明太。こちらが自然卵と、はい、これ卵はね、私も愛好するものでございます。はい、こちらが明太子と梅油です。これ一緒にね、持っていただきたいんですが、はい、美味しそう。これね、えひこさん、はい、梅油というのはどんなもんですか。はい、香りのついたですね、香味玉ねぎと梅肉を、梅油で和えたお米のためのお供です。香ばしい感じが、はい、そうでしょうかね。さあ、じゃあ、はい、そもそもどれから。はい、私、じゃ納豆から。やっぱ納豆気になる。気になりますね、この粒が大きいのも気になりますね。いただきます。はい、うん、おー、出ました、アンバサダーズ、これはふんふん出ました。合いますね、すごく。うん、この納豆のこの粘りがふっくりんことちょっと絡み合って、やっぱ釜だとまた違いますか。全然違いますね。次はこの、明太子、輝いてますね。はい、じゃあ失礼します。いただきます。からのちょっとした香りとこのご飯が合いますね。うまい、これはうまい。あ、あのね、やっぱり釜で炊くから、ご飯に芯が通ってる気がします。羽釜で炊くとやっぱこれ全然違ってくるわけですね。そうですね、香りや、まあ、味、その硬さっていったところが全然、まあ、ジャーのご飯とは違うかなと。これね、ちょっと気になってたんですよ、これ本当に。この梅、ねえ、これを前の方に寄せまして、あ、いい香り。ごま油も、そうですね、ありますよね。はい、いきます。香ばしい酸っぱさというんでしょうか。はい。なんだこれ、めちゃくちゃ合うご飯に。ありがとうございます。
食べたかったです。じゃあ、はい、コーラス締めた卵。はい。ねえ、来てるね。ねえ、行ってですよ。卵の海に七つ星が入りまして、今ゆっくりと浸り切ったところです。失礼します。いただきます。幸せ。おいしい。この卵すごいまろやか。うん、失礼いたします。おこちらが朝どれ生アジフライでございます。うわ、美味しそう。すごい。そこちらが A4 カミフラの牛のシンシンでございます。もう早くも食べるのがもったいない気がしてきました。うわ、おっきい。岡さんの剣と比べてもね、それぐらいの体感で、うん、はい、いただきます。はい、これいいわ。おいしい。衣もサクッとしてて、中のお魚ジューシーですね。脂乗ってるのかな。本当おいしいです。どうですか、ご飯との相性は。あ、ご飯食べますね。どうですね、はい、北海道の場合、アジフライだけちゃんと食べちゃいました。はい、相性はいいですね。うん、うん、やっぱお魚と合いますね。合う、うん。さあ、そして、はい、注目の、はい、これ、ね、何の牛でしたっけ。カミフラの牛です。あ、程よい焼き硬さです。焼き硬さです。はい、これをちょっと出しまして、はい、いただきます。お肉は2個かな。すごい状態でした。びっくりするぐらい柔らかいです。とろけるように入ってきました。何倍でもいけますなと。ありがとうございます。ただ結構食べた感あるけど、うん、まだ残ってるわけですね。そうですね。食べたって2合あるわけですから、うん、で、あまりにももったいないと思うんですが、はい、ちょっとなんか何もありませんかね。はい、こちらはですね、当店のですね、まあ、食べきれなかった分のお米をおむすびにしてお持ち帰りいただくことも可能ですので、お持ちしてください。こんないいことしてくださるんですか。ありがとうございます。デイチゴさん、人がいいんですか。そうなんです。おにぎりにしたらいいと思ってたんですよ。嬉しいですね。帰ってからもこの味が食べられるっていう、いいことですよ。はい、ありがたいことに。いいんですか、じゃあ。はい、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。